4月22日月曜日ニューズオペード、残念だったアンカーの上杉隆です。そしてアシスタントは佐藤由紀です。よろしくお願いします。大変申し訳ございませんでした。そんなお疲れ様でした。力不足でございまして。いえ、分かる人は分かんないですけど、分かんない人は分かんない。こちらに、はい、はい、こちらにお疲れ様でした。はい、持ってます。恐ろしい。なんでですか。ちゃんと先ほどちょっとね、いや先ほど上杉さんからいただきました。はい、今お疲れ様でした。中国挑戦、ありがとうございました。ということで、ね、昨日のことは昨日のこと、はい、人生一度しかないということで、今日はゴルフです。はい、ということで本日のゲスト、プロゴルファーで立命館大学客員研究員の野沢睦子さん、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。今日もご無沙汰しております。野沢プロはですね、はい、プロゴルファーで唯一博士号を持っているプロゴルファーだとさっき話をしてたらなんか一人増えたらしいですね。はい、男子プロが取りました。はい、すごいことですけれどもね、まあ、その男子のプロの名前が分からなかった。そうすいません、忘れました。余計なこと言わないでしょ。楽屋ネタを話さないように冒頭からすごい話してますね。はい、はい、そしてスポーツジャーナリストの小川純子さんです。よろしくお願いします。本日の AI ニュースヘッドラインです。決意の国籍離脱です。今日のペドニュース一つ目から何かブツブツ言ってますが、ベッキーさんよろしくお願いします。あのね、はい、立ったり座ったりするときにどこいしょとか言いません。よいしょとか言いません。言いますよね。言います。純子さん言います。ウェルカムトゥフィフティありがとうございました。追いついてまいりました。なるんですから。いや、私も言っちゃいますけど、よっこいしょって、はい、あれはまずいですか。ここで見てる視聴者の方はね、大体ほとんどそうでしょう。なんで、あの一つ目から、はい、お願いします。ということで一つ目のニュースはこちらです。はい、はい、白鵬、国籍を、あ、ちょうどね、丸山さんのいつものように素晴らしいイラストがありますね。ありがとうございます。ちょっとね、50過ぎるとね、文字が読めないんで佐藤さん読んでもらっていいですか。全部読むんですか。あ、緑になったグリーン。さすが今日ゴルファー多いな。将来の理事長、最も有力だったあの人が相撲協会を退職したし、スイーツ王子の広報部長は現理事長よりも年齢が上だとなると、国民に人気のあるあいつか、いや、でも実績は俺の方がはるかに上だ、やっぱり俺がやらなきゃならんだろう、さあまずは日本国籍と取るぞと。 なるほど。これ僕はね、最近相撲を見てないんですけど、これ、国民的人気のあるあいつって誰ですか。わかります。あいつ、これ、あ、スポーツ、あいつわかんないですね。あいつね、宝かな、宝かな、宝かなって言ってやめたんですよね。誰だろう。退職したし、まずいですね、これニュース流しといて。すごい準備もしてない。ちなみに準備としてないというとですね、一応調べました。はい、白鵬さんが今回ね、国籍を日本国籍取れないと親方になれないというなんかルールがあるようなので、じゃあ過去に日本国籍を取った外国人の親方っていうのはいるのかということで、5人いました。5人、高見山、懐かしいですね。ハワイマウイ島出身、なんとか部屋とかね、東崎部屋の親方、東崎親方、それから武蔵丸、これもハワイですね、武蔵川親方、それから琴欧州、鳴門親方、まあ、琴欧州はね、記憶が新しいですね、それから、極天候、友綱親方、あ、これ順番違いますけど、ハワイで小西、小西さんも、短い期間ですが、日本国籍を取得して親方をやられていると、いうことで、ね、大変ですよね、親方やるのにいちいち国籍変えなくちゃいけないという、なんか、どうですか、この。これもプレリードクちゃんから二重国籍 OK にすれば簡単なのにね、とかいうツイートも来てますよ。そう、今回はモンゴルでしょ。はい、はい、モンゴル政府に申請しているということです。うん、モンゴル国籍。ゴルファーの時は、そうか、オリンピックの時があるんですね。うん、まあ、そうですね。あのオリンピックの時、この前は野村春樹さんですか。そうですね。日本の時は、ね、シルバーメダルでしたけど、うん、ね、なかなかその国籍をあんまり重視するっていう感じでもなかったような気がしたんですが、うん、どうですか、野沢さん。そうですね。まあ、他のスポーツの世界は知らないけども、うん、やっぱりいろんな国の人が、ね、ゴルフをしていて、うん、それで自国、まあ、日本のトーナメントとかが盛り上がっていたことは事実なので、うん、まあ、そういう点を考えると、国籍云々って、まあ、そういうところ、まあ、親方を取るっていうことなので、うん、日本でプロゴルファーになるっていうことと今度
関わってくるのかもしれないけども、うん、まあ、国籍はどうでもいいんじゃないかなってちょっと思いますけどね。あと相撲といえば、うん、ほらいろいろ問題になってニュースになってるんですけど、はい、あの土俵に女性が上がれないと。あ、今日ちょうどね、あの二方女性なので、はい、これどうですか、ジェイコさん。上がってもいいような体型だけど。あ、どうぞ、言っちゃいますか。言っちゃう。いや、だから相撲はスポーツなのか興行なのか神事なのかっていう根本的なところで、スポーツで国技って、国技ってまあ勝手に言っているもんですから、そこで神格化はしてるけど中途半端なんですよね、いろんな部分が。でもう彼らをあのプレイヤーっていうか相撲レスラーとして受け入れた以上は、親方になるときに国籍を変えろっていうのはおかしいですよね。そこの前にもう受け入れないっていうんだったら、まだそこで決めることなんじゃないのかなって思いますよね。まあ、でも大変ですよね、その言葉もわからない国に来てみんなね、全く文化も違うし、まあね、高見山さんがね最初、まあ、先駆者でもあるし、それから最近はモンゴル勢、朝青龍さんから 極中山かな、あの辺が、もう本当先駆者だったんですけど、はい、そういう人たちに対するなんかリスペクトというか、優しさが欠けてんじゃないかなと、ちょっと日本のスポーツ界というか、モンゴルだからどう、だから彼らがいたからここまで持ってる、ここ何年かはね、だと思いますからね。なんか風当たり強いなと、もうね10年以上前になりますけど、まあ、玉木さんみたいにいっぱい喋るんですよ僕。徳田ねかな、宮根が出てる頃、もう本当にレギュラーの頃、で当時ね極秀じゃ間違えた、朝青龍さんがすごい叩かれてて、なんかね、巡業をサボって休んで、モンゴルに帰ってサッカーやってたと、中田秀とかと一緒に ありましたよね、あのニュース。ありましたね。そうでもね、どこの民放、当時レギュラーでずっと出てたんで、出てもそのバッシングしかないんですよ。でいつものようにバッシングが来たんで、バッシングの、まあ、構成作るじゃないですか、テレビだと、もう流れを。で来て、上杉さんどうですかって言うから、別に休んだっていいんじゃないですかと。だってたまたま休んでね、のふるさとに帰ったらそれは国境を越えただけの話だから。だって日本のね横綱だって休みの時勝手にね北海道帰ったりしてるじゃないですかと、っていうふうに言ったんですね。そしたら品格がないと、ある、今のコメンテーターが言ったわけですよ。今も出てる、もう最近あの出家したから人に批判しないんで、あるコメンテーターいたんです、あるコメンテーター。そしたらそのコメンテーターに、いや品格って言うんだったら当時のね横審の委員長とかその人たちの方がよっぽど品格なかったですよと、あの現役時代で、その外国人だからって言ってそうやって差別というかバッシングするのはあんまり気持ちいいもんじゃないなと思って言ったらですね、それ以降私は相撲コーナー振られなくなりました。だから相撲のことは分かんないです、10年前から。なるほど。以上、言い訳でした。じゃあ次行きましょうか。はい、次行きましょう。はい。2本目のニュースはですね、はい、2本目は楽天カップ、7月に開催すると発表になりました。はい、